皆さんこんにちは。マインドマップインストラクターでキャリアコンサルタントのあさこです。今日はミニマインドマップというものについてお話ししたいと思います。ミニマインドマップというのはフルのマインドマップの会員バージョンのようなものになります。いきなりフルのマインドマップを書こうとしても筆が進まなかったり何を書いていいのかわからなかったりすることがあると思います。キーワードが出てこなかったり筆が進まなかったり何から書いていいのかわからなかったり、そんな時にこのミニマインドマップというのを使います。また放射思考や連想力の練習としてもとても有効的です。フルのマインドマップの下書きのようなものと考えていただければいいと思います。フルのマインドマップはいろんな法則があるのに対してミニマインドマップは4つぐらいの法則で書くことができます。1つ目は中心から外側へ、2つ目はブランチはどんどん書いていきましょう、3つ目は単語で書きましょう、4つ目は書けたら見直してグループ分けをしましょう。このような感じです。フルのマインドマップの細かい法則は省略します。短時間にスピードを持って思いついたものをどんどん書くという作業を優先するからです。ですので一色で書いても OK です。今回は例として片付けをタイトルに書いてみました。まず中心に片付け、簡単に丸として、書くことを中心に簡単に書きます。そして適当にブランチを伸ばしていって思いついたところことからどんどん書いていきます。もし何か思いつかなくても先にブランチをどんどん書き足してみましょう。特にここでグループごとに分ける必要はないので思いついたところから真ん中の片付けと書いたところからどんどんブランチを伸ばして書いていきます。ここで特に深く考える必要はなくて、頭に思い浮かんだものをブランチを書いてその上に書くという作業だけを優先させてスピード感を持っていきましょう。で、何も出てこなくなったとしてもブランチをどんどん、何本か足していってちょっと様子を見て、で思いついたところにそのブランチの上にどんどん書いていくようにします。そして大体書けたら同じ種類のものですとかカテゴリーのものを色別に分けてみましょう。蛍光ペン等で印をつけるといいです。でこうしている作業をしているうちにだんだん POL フルのマインドマップに一番最初に書くカテゴリーのところが、頭に思い浮かんでくるかなと思います。フルのマインドマップを書くときのことをちょっと想像しながら、カテゴリーに分けたりしていくといいです。でこうして、色別に分けていくうちにこの場合は私は場所、メンタル、将来どうなりたいか、悩み、なぜ物が多いのかというキーワードが思い浮かんできました。こんな風にして書いていくと、まだマインドマップに慣れていなくて時間がかかっちゃって、ちょっとどうかなと思う時ですとか、少し難しい問題について、挑戦する時など、この下書きのようなミニマインドマップを使うと、どんどん頭の中からいろんなことが湧き出てくるような感覚が味わえると思います。このミニマインドマップの良い点は、どんな場面でも気軽にささっと早く書けることです。
会議中や電車の中でも、例えば何か突然思いついた時など、紙とペン1本あれば気兼ねなくどこでも書けます。またマインドマップということにこだわらなくても、普段のメモ書きのテクニックとしてもこの書き方に慣れておくととても有効だと思います。ぜひ気軽に取り入れて楽しんでみてください。それではまた。